埼玉と熱々デートミュコ食券乱用だよ。ダメかな。デートをするミュコエリート、あ、トイレ中のゴリラ系野号カッコメス。じゃあ父がナーフされたノエルから行ってみようかな。まずはね、様子見のね教会の金髪の肉屋、これ変えましょう。ちょっと肉屋を営んでいるウサギにしよう。ウサギ肉屋を経営しているウサギ。よし、あ、ゴリラ系ゴリラ、ね、これ自分で来たよ。ナーフしなきゃいけない。母ちゃんも書いてどうやって書いたらいいか難しいなこれ。ハートつけとくか、ここにハート。落ち葉を出したりづらい。チャラブラブ。え、これでよくない？もう二人そうやめよ。青やめて、もう脱ぐか、脱ぐしかねえ。伝わるかなこれ。母ちゃんとラブラブデートをする絵、なんか観覧車とか書いとく。すごいね、これなんかさ、書いた人に闇を感じるんだけど、誰がこれ書いてるの。観覧車でも書いといて、コースター待ってここに。ゴリラ系って何？ゴリラ系とか意味わかんないのかが。これなら、やばい、これずっとこれ、これ全て伝わってる。何これ、ガルコが、ガルコがあるとさ、ちょっとだけど、なんだろう、めっちゃデイキューサイドのウサちゃん。え、なにこのウサギは。肉のマークついてるってことは、これ肉をさ、調理する、なんて言うんだっけ、肉をさばく、精肉、精肉、いや、あ、ジェルサイド、そっか、あ、よしよしよし、これ、なんか大丈夫、そのパパって本当に、で、パパなの、大丈夫かな、ジェルサイドが脱落した、なにこれ、なんか、ウンチさんの髪型ってこんなんだよ、ウンチさせればいいの、ハンチもさ、ペンタブじゃない、で、デート中だから、足元じゃない、遊園地関係ない、全然遊園地関係ないよ。これだとちょっと分かりづらいかも。これでしょ、なんと絵描かせるんだよ。ひどいね、これ。あ、どう、分かるんじゃないか、これこれ分かるかな、分かるかな、おいしょ、これやばいよ、偶然になってるんじゃないかね。そうだよ、偶然。この絵を説明してみよう。これ、母ちゃんも突き出してるのかな。ペコペコ先輩と。え、なんだろうこれ。あ、ノエルちゃんじゃないこれ。赤いから肌かなこれ。なんだこれ、多分ノエルちゃんなんだよね。ノエルちゃんが、なんかブーパーしてきてるみたいな感じかな。え、これヒゲジェントルマン。で、パパ、パパっていつか、まず、母ちゃんの顔だけど。危ないからね、ここは最初置くのな。繋いでる、あと、そう、繋いでる。遊園地でパパと遊ぶハーチャマ、ハーチャマのパパ知らねえんだけど、どんな感じで言うハーチャマのパパって。ハーチャマチョコ。殺害されたマリー。ハーチャマのクーパーの呼び捨て。なるほどね。あ、これやばいやばい、この短時間で、どっちも書かなければいけないのかしれんが。でも、パパなんて大体こんな感じでしょ。ハーチャマが作ってるっていう。ナイフでそんな感じで、多分。いいね、いいね、いいね。あ、でも、ハーチャマ。いいわけだから。いいね。なんか、ちょっとハーチャマも、パパと遊園地に来た時ばっかりは、無垢な子供の笑顔を浮かべる。おっぱいが揺れるとかっていう想像。あ、おっぱいが揺れるみたい。パンチの音と胸が揺れるじゃん。だから、あと遊園地の、やっぱ遊園地って分かるように完璧すぎる。さすがに、いや怖い、さすがにやばい、これ時間よ、遊園地だよね。どうしよう、これ頭は忘れてる、しちゃうね、これ。ガルコが映ってかないんだけど、楽しげな、これパパかな、パパこんな感じかな、コロカに勝てる、知らんけど。ねえ、怖い、何これ、失礼しましょう。これハーチャマクッキングだよね、多分。なんかすごい血まみれだよ。これ何？血まみれ。ほんまに下手なの？ちょっと待って、これほんまにこんなに下手なの？タランチュラも逃げ出しとる。タランチュラも怯えとるよ。かわいそうに。これハーチャマだよね。あれ？ハーチャマだよな。いや、タランチュラを調理するなんてこの世にハーチャマしかいない。やば、マリーを刺してる、ラミー、やばい、やばい、ちょっと待って、これ2人だったのけど、さっきガムが食べれない、
ことないただヤゴって何ヤゴえ、ヤゴえ、いいの刺しちゃうの刺しちゃうけどネイスってのバイオレンスだけど大丈夫なイメージがやめてわーわーバイオレンスだけどこれこれでいいの埋め込み具合めっちゃうまくなったこれは納得のクオリティだヤゴとハーチャマ下出しておこうインダー髪赤い方がいい確かにヤゴーにハーチャマインダーこれでクラッツの割れどうにかあー面白いトイレ中のゴリラ系ヤゴーおめでとうどうしよう。これね。これね。ちょっと危ねえの書いてまった。おめでとうこれ。リボンの男がうんちしてるわよ。なんでリボンつけたんだよ。メスって書いてあったのかな。ハーチャのチョコ。シマミレがアチャマッキング変わりすぎなハーチャマがやったことだからしょうがないよすごいあ、いやいやいやヘッド服しかないブレースダウンです父がナーフされたノエルね、これさナーフねえねえ、ノエルが書いたんかしかもしかもノエルさんが書いたそういうことね肩を脱臼したノエルセンター胸のことがあんな男子がいねんこれとこれとこれとノエルちゃんのグーパンの呼び声全然違う意味わかんねんだよこれ待て待て待て面白すぎてパーセーブどこにこれ何何ノエルちゃん先輩がエビをエビをエビをなんだよエビがエビがうまエビグーだったのあれ肉屋を経営しているウサギジェニサイドウサちゃんエプロン着てたわりなノイズが入ってきたこれそのまんま読みてしまったキコペコ先輩にサプレイしましたえいえいバリューを刺してるラミうまいなんでうまいんだよなんでいいのねなるほどねすごいハーチャマとラブラブデートをする絵これそういうことだったのはね誰かと思った違うこれミコにしたかったんだよねでパパと遊ぶわ戻ったパパって誰だよこのおっさん誰だよ許せねえ遊園地でパパと許せねえだけどふざけんよやだだけどやだパパやだミコのはずだったのにミコちの夢が壊されたねどうしようかな。じゃあホロを破壊しているノエル。待って何も浮かばない。待って線香花火をぼっちでするルーナ。減らってしまった野号でどうだろう。うつ野号。人によっていろんな野号が見られるからねちょっと見応えがありますねやはりルーナ先輩にしようルーナ先輩お花畑とかしよう
犬。いやもうこんなに平和なメルヘンチックな。シンクロニアボッチするな。狙ってしまったよ。あんなこんなそんなことがあっていいのか。そんなことがあっていいのか。あんな表情だけは、けどなんかそんなに表情の調子が狂ってるわけじゃなくて、うん、よかったよな、なんかこんなになってるのだ。花畑って表現が難しい。だんだんこう奥にこうなんかこうなってる感じ、グラデーションがね、これは難しいね。かわいい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 、すごいすごいすごいかわい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 い。レイナ先輩って書いてることこれ。洋服もちょっと洋服凝っていきたいね。なんか暗い感じだから。あ、マジか。これでヤゴーだってわかるんじゃない？なんで？ちょっと綺麗よ。目ニコニコしてるからわかんないじゃん。あ、何にも見えない。ん？これルーナちゃんじゃない？なんだこれ？見て。何？これルーナちゃんじゃない？ヤゴーしてるルーナ。胸のデカさ的にルーナちゃん。何してんのこれ、このライブに何してんだこれ、これ何だろう、これ何これ、何これ、10のあるのこれ、こういったんだろう、気づいたの、ヤゴが何だろう、なんでこれしようとするんだろう、動けなかったからね、ちょっと申し訳ない気持ちで、母ちゃんも得意な、ヤゴかけまね、女の日遊びルナ、なんか日遊びだらよく動かだよ、めっちゃ可愛い、結構ね、みんな制服、暗闇に制服、あまりわからないから、アイドルになれなくて泣いているヤゴ、うまいんじゃない、これヒアルじゃない、そういうこと言われてももうどこが気づくよ、特徴を捉えてる気がする、嘘だろ、ねえ色さ間違えて、なにこれ、ハーちゃんもうやめよう、楽しそうなんだけど、でも楽しそうにヤゴを分かる、それこそそんな平和なルーナ姫に燃えると思ってなかった、これオンライブがヒントになってくると思うんだよ、これだろう、コロネー犬を散歩するルーナちゃん、今度は平和なこの今度平和なお題来たよ、何があったさっきの散歩で、何買うかな、恐ろしい、ミコはこんなの買ったくない、表現を見てもこんな家を燃やしたくない、本当だよ、誰が考えてるの、時間取られた、丸にしておけばよかったかも、丸にしておけばさ、世界観が出たかも、なんだこの特殊な、え、まるでいつものミコチ、世界って感じしないのこれ、オッケー、こえー、うまいんだけど、うまいがわかんないんですけど、こえー、どうやったらこんなの書けるんだよ、それをそんなに言葉を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 、自分にしとくか、いいか、それでホロライブに押し潰されるかも、え、でもこうかな、ホロライブと寝る男女やめろ、それはまずい、ルーナ先輩か、放火する2先輩、コロちゃんのお散歩中のルーナ、ミコちゃんかな、これ笑顔で暗闇で笑顔で、こっちで見てくれ、え、つくまってんの、なんだわ、これは動くない、これめっちゃいいじゃないと思うけど、これなんでこんなちょっとどうかよし、ミコちゃんかわかんないけど、おそらくミコ先輩と信じてミー先輩でいきましょうな、普段押しつぶさんそうだから、さあこれで今回はルーナ先輩とお花畑と犬、お花畑と犬、なるほどね、やばいやばい、待って待って、絶対やばいことになってる、これやばいことになってる、犬も散歩してルーナ、どこでワイプ取ったの、かわいい、犬を散歩するルーナさん、あ、ここまではいいかも、ここへ来ました、あ、ここだね、これルーナだからね、コロちゃんのお散歩中のルーナ、もうそう撮るよね、なるほどね、あ、ルーナ先輩、ルーナ変わった、超ジョブ、めっちゃ若くて、そういうこと
なるほどなるほど。なんで面白いんだろう。もう言うてるかい。だいぶお題変わらない。恐ろしいでな。おめでとう。そういう感じね。どこなんだな。ホロライブをわからない。もう前に言ってるわからんせんのってどう書くのわからない。寝てる寝てるよ。失敗してんじゃん。あれ。ヘラってしまったヤゴ。あれ難しすぎよ。ヤゴが泣いている。なぜ？なんで興奮なの？こっちが聞きたいよ。質問なんでこれ？怖い怖い。暗黒世界のヤゴ。暗闇で笑顔でこっちを見ているつくわ。ちがやなぁ。やばい、やばい、そうやなんだこりゃぁ。健康管理をぼっちでするルーム。つらい。なんでぼっちか。これ結構鼻でかよ。おまるってさ、巨人おまるってどんな雰囲気をこのね先輩もさ参加できたら、ここにもともと結構みたいな、この時間がどんどん短くなってる。おまるに塗るおまるを描こうとしてるんですけど、動画してるまである。手の向きがおかしいことね。おまると動画してるんだけど。お題になるってことなのか。うんちはよくない。あとはシンガポールしません。これ以上おまるさんはうんちゃんがしません。巨人うっすら表現されるんじゃん。おまるさんって団長がこれ伝えたいのはおかころね。目でこう、そう、おかころ、おかころてーてーを伝えたい。これがどう、いいんじゃないですか。時間が経ったらもうちょっと丁寧に書いてもよかったまである。絵を見て、それを逆にそしたらこのテーマは非常にわかりやすくて書けたかな。いや、早く早く。8人中4人しか書けてない。どうなったんでしょうか、これ。絵を覚えよう、覚えよう。何を言ってんの、再現でしょ、再現。めちゃくちゃ簡単じゃん。まずおかこれてーてー。めちゃくちゃ簡単じゃん。ここにね、完璧にできるだけルーナさんでこうで。ルーナさんがどんな感じ。肌はいい、肌はいい。ほんとね。ハーチャマ流のルーナさんで描こう。おかこれてーてー。肌はいい。かわいい。オマイルとポルカが誰がいいの。一番かわいい。オマイルとポルカが分かる。オッケー。つまり、かわいい。ナイス、これ非常に再現。いいんじゃない。どうするいいバトンタッチなんじゃないの。どういう状況だったの。できた。何だったのこれ。オッケー。あのティッシュ何っていう。これで分かってくれるでしょ。今日考えて。あー、かわいい。まあまあまあ。これは、おかころてーてーってことだよね。おかころてーてーってことだよね。チューリップ。
マリセちゃん、もうわかんないポルカ、もうわかんない、もうわかんない、もうわかんない。岡ころてってなんだろうけど、もうわかんなくなっちゃったよ。なん、やべ、いろいろ忘れてきた。やべ、うさりチューリ、うさり、こうね先輩の犬耳ってこうで合ってる？なんか。やばい、ちょっと待って、あ、どうぞ。あ、いいね、わかりやすいかもしれない、いいよ。さ、だいぶ時間になってきました。あ、ちょっと待って、あ、こちら、短っ。なにこれ、黒いウサギがいたな。これティッシュかな。こういう感じで、こういう感じで、ここに、なんかルーナちゃんみたいな何かがいたんだよ。お心かな、なんかこれで、で、なんかこんな感じの、こうだってね、あれさ、記憶力がないからさ、さっきみたいのさ、分かんなくなっちゃうんだよ。あれ、何だったっけみたいな。記憶力のなさがやばい。なんだ、みんなのコメント、今、かっこなちゃってな。エスバルだったの？なんか青かった気がする。やばい！はっしゃー！ちょっと待って。チューリパーツ。やだやだ。クソ短い。どうしよう。うまっ。ってことはじゃあ姫がティッシュペーパーを指さしてるってこと。手塗りつぶしは犬の時間がやばい、時間が。え、なんだろう、え、忘れた、きっと彼の書きたかったんだろう。え、なんだっけ、何があったんだっけ。チューリップだっけ。確かチューリップだった気がする。見たことないぞ。あ、間違えた。え、土の残ってるの。こうか。え、なんか書く。やばい、これしか姫要素、姫要素ない、姫要素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 。あー、手つけた。何これ、何これ、カメスケパッツ。何これ、牛カメスケパッツ。いや、めっちゃ早い、めっちゃ早い。これでどう。ちょっと甲羅書いて、ペンギンっぽかった気もすんだよな。ペンギンっぽかった気もするし、カメっぽかった気もするな。これでよくない。これに入れてみて。よし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 。あー、牛だ牛だ牛だ。こう書いて、こう書いて、牛が書けるよ。子供の頃めっちゃ牛書いてたもん。ティッシュ指さしてる。その能力を書き立て、ルーナなんかティッシュ指さしてる。めっちゃ上手い。牛の絵だけ描き慣れてるな、やっぱり幼少期にちゃんと描いたから。これで合ってるよね。ほら、こうだった。めっちゃうまくない、牛。余計な要素入る。牛めっちゃうまい。これで合ってる。今日の中で一番うまい気がする。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、カメだ。なんだこれ、牛、牛、なんだろう、マジで早いんだけど。なんだろう、ミコちゃんかな、ルーナちゃんかな。薄いこれ豚？あ、ちょっと待って。薄いってなんだ。やばい。でピンクでね。それ黒のチューリップだったよね。黒のチューリップ。色薄くしようか。やばいやばい。これどんどん時間なくなっていくマジで。でもこんなんだったよね。あ、始まった。早い、時間が早すぎる。ラミーは何を書いたんですか？ラミーはウサギさんとお花畑。あー、こういうことか。こういうのもね。こんなのマジ嫌い。あー、かわいい、かわいい。ここまで完璧だ。まだ完璧、まだ大丈夫、まだ大丈夫。まだ大丈夫。あー、いいでしょ、これ。あー、ちゃんだ。あー、これどんどん怖い。時間がね。どんどん減った。あ、なるほどね。どんどんやる。ちゃんと忠実なのな。またがるオマルですね。やあ、書いた記憶ねえよ。マラスキーの方は何そうか。変態じゃんね。全裸なんだけど。変態。変態じゃないの。困ってる。やばいことになった。やばいことになった。
もはやいない、もはやいないけど、あー悲しい、あの悲しい生き物になってきてる、こあー悲しい、これが進化ですか。すげえ神秘的だな。カメさん、完全にカメさんだったから。歴史が彼はいなくなってしまったの。ゆうな先輩、これ何書いたの、何だったの、これティッシュ、ティッシュ、ティッシュねえの、ティッシュだねえの、ティッシュねえの、なるほどね。ソトくん全部目が、みんなうまいな、みんなうまい、すごい、終わりにしましょう。はい、それでは、せーの、あの